おはようございます。今日は青森に来てます。まあ、これ、落合陽一の作品見た回ですね。なんかちょっと、連休で新幹線取れなかったんで、青森で5時間足止めでした。せっかくだから、なんか青森らしいものを見ていこうってことで、このノッケ丼、魚菜センターですね。ノッケ丼っていうのをちょっとやってみました。これは、なんか、2000円払って食券買って、その食券を使って、その市場にあるいろんな切り身、もう見たことないようなね、マグロの頭とか、そういったその超レアな食べ物があって、それを乗っけてもらうと、こういう感じでね、もう丼に乗っけてもらうから、乗っけ丼というらしいんですけど、めちゃくちゃ楽しい。これやるためにもう一回行きたいぐらいですね、青森。めちゃくちゃ楽しいです。こんなとこがあるなんてね。なんかね、なんかまあウニももちろんウニとかホタテとかだけど、子持ちアリイカとかね、なんかもう聞いたこともない、東京にいたら普通食べないだろうみたいなもんとか、いろいろあって、それをこう丼にこうやって乗っけてもらって食べていくっていうシステム。子持ちアリイカ。これはすごいぞ。なんか子持ちそうになっちまった。やるか。マグロかな。頭うま。マグロあったかいもん。なんだちょっと。これはうまいね。うまかった。渡した。